枚方市の PR 大使の就任ということでして、本当にご光栄に思っております。実はですね、この話を枚方に今も住んでますうちの両親に言いましたところですね、あまり褒めない父親がですね、とすごいなと82歳になる父が言ってくれましてですね、あんな喜ぶ父の姿っていうのは久しぶりに見ましたね。そんだけ、今回のこの PR 大使っていうことは大使ですからね、責任も感じてますし、名誉なことだと思っております。そしてまた僕も今年50歳になるんですけども、少し PR 大使になれたことで親孝行できたんだと思っております。ならば一生懸命やらせてもらいますんで、よろしくお願いします。そしてですね、枚方の思い出ということですけども、振り返ってみたら枚方という町が今の森江源氏を育てていただいたと思います。今の僕があるのは枚方市があるから。なぜかと言いますと、やはり中学校に入学した時に、そこにおられた陸上部の恩師監督、芦原啓治さんという監督がおられました。この出会いが僕の人生を大きく変えていただきました。陸上競技をすることによって、努力をすれば必ず記録は伸びる、努力をすればチャンスは来る、努力は裏切らない、流した汗は裏切らない、走った距離は裏切らないという、この中学時代の恩師の言葉、努力なくして栄光はない、いまだに苦しい時、そして辛い時は枚方市中陸上部の監督の言葉を思い出しております。今僕もやって走ってるのは枚方市中の陸上部にいたからだからこそだと思っております。全国を走りました。走る男という番組、2008年から6年間やらせてもらいまして、北海道から沖縄まで走らせてもらいました。その中で北海道から走る中で大阪枚方市を走りました。何だったんでしょうか、枚方市を走ってる時に全国の方に、ここが僕の生まれ育った町だっていう、何か胸を張ってこの枚方の20数キロを走ったのを覚えております。走ったコースっていうのは、いわゆる葛葉から牧野、御殿山、枚方、距離にしたら本当に短いかも分かりませんけども、非常に胸を張って走れ、全軍人に自慢して走りました。それはなぜか、道路にゴミが落ちてなかった、そして道行く人が「ケンちゃんおかえり」っていう素敵なおもてなしをしてくれました。綺麗な街でした。これはなかなかありそうでないです。こんな枚方市を全国にまだまだ自慢していかないといけないなという使命を得たような感じいたしましたね。さあ、そういうことでして、枚方の PR 大使、僕も枚方出身ということで、これからどんどんと盛り上げていきたいと思いますんで、枚方に、お住まいの方、そして枚方出身の方、そして枚方に勤めておられる方、枚方に関わりのある方、どんどんと皆さんで盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。